SNS 版、令和の虎なんかなんとか和田ちゃんをこうプロデュースしようとした時に、今ってまあやっぱ特別何もないんですね。この全部が平均的で、どこにでもいるような女の子っていう立ち位置になっちゃってるから、だとすると本当、皆さんが言うように、和歌山に住むとか、一から梅を育てて、みたいな、なんだろう、本当に泥臭い様子。はい。うん、ものすごく根性あるなとか、本気なんだなっていう様子を視聴者に伝えない限りは、ファンがつかない。 と思いますね。多分やんないと思いますよ。若い頃からって、まあ今も若いけど、ずっと芸能の仕事やってきたって言ってるじゃないですか。要は、やっぱ自分自身が目立ちたくて認知してもらいたいからこの仕事ってきっとやってるので、そのね、象徴もノンタイトルだったりしたわけじゃないですか。だから今たまたま梅めギャルって彼女は言ってるけど、彼女は多分やっぱ自分が表に出たいんだと思うんですよ。うん、そうなると、 和歌山の田舎行って、あの人知れずっていう努力をするタイプでは。大切だから、横にいて感じますけどね。えっと、私根本的に、えっと、こう褒めてもらうことがすごく。えっと、まあ、皆さんもそうと思うんですけど、好きで、お母さんとかが褒めてくれる人だったので。じゃ,あおじゃあうう、お母さんが褒めてもらうために、じゃ、こういうことをしよう。お母さんが褒めてもらうために、じゃ、こういうことをやろう。で、こう、よりいい方向に。 えっと、結構道を間違えずに進んできたなというふうに思っていて、今、こう、やりたいことと。こう、和歌山に行ってみて、課題とかを聞いたときに、えっと、自分にできることと。いうのが、マッチして、えっと、やりたいなって思っているビジネスっていう感じですね。和田ちゃんって、本当に努力家だと思う。もともと、多分、こう、コンプレックス。もっとね、多分、辛い思いしてるはずなのよ。やっぱり見た目で、自分が歯の。 この手術までしてて変えようとと思ったったことは結構辛かったはずなの、ねはい、で今はすごくポジティブなんだけど過去のことを全部ポジティブに話してるけれどもつらかった時期をどうやって乗り越えたのかとか、うん、でそれによって私はこんだけ美しい美貌を手に入れたよと。でもっと困ってる人世の中いっぱいいるよね。 で、それを助けたいとか、例えばね、自分の経験上、はい、全然そこはポジティブに持っていいんだよとか、そういうなんか、ポジティブマインドを広げたいっていう話なんであれば、はい、そういう人たちを助ける YouTube にするとか、勇気づけに行くとかさ、自分の持ってる能力ってあるのに、なぜそれが今プレゼンできないのかなっていうのが不思議なのよ。 なんか新しいことに手をつけて、これだったらいけるかも。梅ギャルだったらいけるかも。ダンスだったらいけるかも。ギャルになったらいけるかも。なんていう、そんな簡単な足跡じゃ、絶対に有名になれない。はい、誰だってできちゃうから。 だから、二十何年間頑張ってきたことがあると思うのね。それが継続力っていうんだったら、自分の継続力がえげつないと。みんなが驚くような継続力だ。はい、そのじゃあ継続力をするためにはどうしたらよかったのかっていうノウハウを話すとか、なんかこうアウトプットできないと、多分誰もついてこないんじゃないかなって思っちゃうわけ。いや、おっしゃる通りだと思ってて、うん、ただなんか私の中では、うんと、こう今、そのさっき言ってた辛い過去の話をするとすると、 例えばこう、噛み合わせのなんか歌とかを作られたり、うん、まあこう、シュレックってあだ名つけられてたりとかして、うん、まあ結構嫌な時期はすっごい本当に学校行きたくないな、みたいな。っていうところが結構多くて、でもやっぱり中学生ぐらいでこう調べられるようになると、まあ高額なのがわかるじゃないですか。矯正も、えっと、手術も。うんうん、で、えっと、そんな中でやっぱり親には言えなくて、で、高校の頃に、えっと、自分の、えっと、働けるようになったら頑張ろうと思って、で、 お母さんに相談して、うん、美容整形機関に行って、美容整形になるかもねって言って、美容整形でやったんですけど、悲しいものをすごく発信していっても、かわいそうな子になりたいだけじゃんって、自分の中でこう、客観的に思ってて、うん、なので、なんかあんまりそういう発信っていうよりかは、こう、プラスのことばっかりを発信する方がいいのかなと思って、うん、今こう、SNS を動かしてきたっていう感じですね。私はそれは自分に矢印が向いてるからそう感じるかもしれないけど、自分のその辛い体験で誰かを助けれるかもしれないんだよ。うん。 それって他に矢印が向いてると思うの自分のことを考えるんじゃなくてそれによって助かる人がいるかもしれないって考えて発信すると多分僕はいいんじゃないかなと思うんだけどな、はい、その涙はね本物だと思うしそうですね、うん、結構つらかったですつらいよねそらでも基本的にはやっぱりこういうその人の抱えてた暗い部分とか闇とかネガティブなところの方が SNS ではバズりやすいですよそのうん、うん まあ今、離婚しましたとかから始まるやつとかもよくありますけど、今、おそらくこの回もここが今一番見どころになってると思うんですけど、それはもう和田さんがそれを開示して、涙を流して、自分の過去を話したから、勝者は食いつくっていうところなので、それはもう自分のアカウントにもどんどん反映していけるんで、別にポジティブだけを出さないといけないということではないです。はい。ちょっと待って。ティッシュある 優しい <laughs> い今の言い方よかったですでも優しくされたらもっと泣いちゃう <laughs> お水とかよかったらじゃいお水とか一口なんか話聞いてるとやっぱ梅ギャルよりも和田ちゃん自身の売り出した方が、うん、なんか僕らも応援しやすいしまあ梅の事業をやるにしても株式会社ネルプ代表稲葉慎 メタ社公認アイステップ海の親令和の虎完全オールを達成まく間に同ニュースは5000アカウントを突破業界初アイステップリッチメニューローンチでインスタグラムに革命を SNS 版令和の虎主催としてインフルエンサーのさらなる飛躍を後押しするインスタ活躍が求める映えるビジネスいかなる志願者にいいねを送るのかまあ梅の事業をやるにしてもまずもっと和田ちゃんのこと発信してっていいんじゃないかなって思うんだけどそこに対してはどう思うかな、うんうん、あ、えっと、発信していきたいです 梅はなんか最終最初から私梅やるですみたいな形よりも今の自分の過去の経験とか話すこととかはまあ自分としてもやっていきたい。あ、そうですね。はい。あげたものを広げるみたいな展開が結構、性、う、格、ん、的に結構ゼ1 0 0で考えちゃって、うん、と1個あるものを 同じコンテンツでもいろんな作り方があってっていうのが多分本来だったらできるはずなんですけどあんまりそれがちょっと苦手でビフォーアフターの動画とかも上げてたりとか、うん、手術の時の写真とかもみんなにずっと発信したいなっていう思いが当時からあったんでそういう素材とかはいっぱいあるのでなんかそういったところのもう治っちゃうとビフォーの状態には戻れないんですけどビフォーアフターとかはいろんなジャンル上げれるようにえっと 物とかは残しているので、うん、多分投稿はできますうん。多分第一ステップ第二ステップがあって今いきなり第二ステップからやろうって思っててヒカキンが味噌菌ってラーメンをあんだけバカ売れさせれるのはヒカキンという影響力があるからでまだ数千のヒカキンがいきなりラーメン作りますって言っても誰も見向きもしないと思う、うん、やっぱりヒカキンはなんかスーパーでバイトしながらその時自分が唯一得意だったビートボックスを、うん、当時ガラケーかなんかから アップし続けてたんですよね。それが時代の YouTube って流れとは、まあくっついた幸運もあって、どんどん有名になって、ヒカキンになった後、もう何をやっても売れるって状態にやっとなった。はい、今そのヒカキンでいうビートボックスっていう第1ステップを飛ばして、第2ステップ、いきなりミソキン作ろうとしてるから、それは難しいと。だからまず第1ステップを、 やろうと今竹内さんが言ったみたいに今第一ステップやるときの武器はやっぱり一番自分の中で今もバズったその歯を直したとかビフォーアフターの話じゃないかなって気はしますよ、うん、はいありがとうございます和田ちゃんが誰かを助けれることがあると思うのよで賞賛をもらいたいとか褒められたいという気持ちはみんなあるわけでで有名になっても褒められないよ、うん 叩かれる子の方が多いからね。<laughs> 確かに。そうそれはご自身のことですか <laughs> いや、僕はそんな経験ないんですけど。<laughs> けど、本当に、有名イコール、なんか賞賛されているという気持ちがあるかもしれないけど、発信内容によっては、例えば、ヘズマリュうさんって、めちゃくちゃ有名じゃん。うん。けれども、賞賛の方が多いかって言ったら、やっぱりそうじゃないよね。はい。うん。それで満たされるかどうかって僕は怪しいと思ってて、うん、それだったら、数百人、数千人のファンでも、 本当に和田ちゃんのおかげで人生変わりましたとか、うん、本当に気持ちが救われましたっていう人がいる方が、僕は和田ちゃんは人生にとってすごく幸せになると思ってるの。そこからコツコツやっていくステップを踏んで、それがどんどん拡大していって、あ、和田ちゃんって素敵な人だよねって、なんか、春樹海君みたいにポジティブを撒き散らすっていう方向に最後行くっていうのは、はい、僕は大賛成なんだけど、それはどう思いますかはい、すごくいいと思います。私も、やっぱりそのさっき言ったみたいに、 その上げることが結構マイナスになっちゃうかなっていう思いがあったのとその元々ある素材をもう1個上げちゃったからもう上げれなくなっちゃうっていうあの考えに陥ってたので皆さんが言ってもらえてるような元々ある自分の思いだったりとかポテンシャルっていうところをフォーカスしてもらって SNS を伸ばしていく方にえっと頑張っていきたいですちょっと現実的なところで、はい、そのどれぐらい今から頑張れるのかを知りたいんですけど今ってそのし生活できる収入は どっから入ってるんですかこの SNS 負けで SNS 負けの業務委託で月以降動いてるものがあって、うん、で、プラスアルファで、えっと、土日が、まあどっちかなんですけど、えっと、部活動の指導と、うん、NPO 法人のミニバスもやってるので、うん、平日バスケをやってるっていうだけなので、その、SNS の方は、もう、やることやれば、 あの基本的には動ける状態なので, 1>,、うん、で1週間でどれぐらいこの今からやる自分のアカウントをやるのかもうメギャルスタートするのか分かんないですけどそのアカウントの更新にどれぐらい時間使えるんですか1日、まあ、6時間は確定で撮れるって感じですね、うんでえー、動画編集はできる編集はできますで、うん、まあ撮影も自分でできるっていう感じですよね、はい、あそうですあの 上げてなかったのユーチューブ期間は自分で撮影して編集してっていうふうにやってたのであ、うん、あれぐららいいの編集ならできままますすかりりしたありがとうござ一応あの彼女が最終ページに書いてあるものこれあの、まあ、あの言葉にしちゃうと時間尺が取られちゃうんで皆さんで見ていただいてそれぞれの方に希望している項目が書いてあるのでこれを参考にしていただいた上で最終的にこういうことのお手伝いができるかの決断を。 ししていいいただければ嬉しいかなと思います、うん、結局その和田ちゃんの SNS を伸ばそうってなった時に、はい、一番困るのがコンテンツのネタなんですよ。はい。要は、週にね、2、3本更新し続けなきゃいけないってなった時に、株式会社フィットプレイス代表山沢博明。 ミルク・ド・スレイユで経験を積みフィジーク大会優勝登録者数90万人超えの筋肉系 YouTuber へプロテインはわずか1時間で10万個が完売フィットネスチームは70店舗超えに迫る心体経営者の器桁違いの筋肉と頭脳で志願者の未来を引き寄せる週にね23本更新し続けなきゃいけないとなった時にネタがないじゃないですか。はい ヘラヘラ三十士のアリシャんンとおっしゃいましたけど、あれも三人一組で伸ばしてるわけですよ。はい、だから、今、ノウハウがない個人の女の子が一人で伸ばすってかなりむ難しいで、ほぼ無理なんですよ。はい、例えば、和田ちゃんにメイクのすごいスキルがあったりとか、ダイエットのノウハウがあったりとか、うん、人に有益なものを配信できるんだったら、コンテンツって尽きないんだけど、今何か提供できるノウハウってないじゃないですか。はい、そうなったら一人じゃ厳しい。うん、ってなると、なんかこう、誰かとやってみようとか、チームを組んでみようっていうのはな,ないんですか 考えとしては全然あの方向としてはありです。なんか今、じゃあ週3本 YouTube 上げてくださいってなった時に、どうい、何系で攻めようとか思いつきますえっと、今はそもそも梅ギャルとしての成長過程じゃないですけど、うん、そういうのをやろうと思ってたので、えっと、例えばこのプレゼンをもともとノンタイトルの皆さんとかにこうピッチとかた壁打ちさせてもらうとかが、本来はこう考えてたコンテンツとしてありました。 自分がね、僕はねあの令和の虎が図らずもこんなふうになっちゃった身ですけど、はい、今から一人の個人が YouTube を立ち上げてどれだけの、ね、目立つことをやればバズるのかってもう昨日も林さんと喋ってたんだけど、うん、相当難しい無理だと思った難しいよねこれ。要は何かノウハウが有益なもの、うん、役に立つもの、うん ってのは絶対に必要で、それがない。要はトーク力とかだけでやるってな。るとやっぱそのヘラヘラもそうだけど、あの3人でわちゃわちゃしてる様子が楽しいわけだから、一 <laughs> 人で一人で語り続けなきゃいけないって、うん、やっぱ限界があるんですよね。はい、どっかゲルプロダクションに入ってたりは今はしないんですね。今、はい、フリーでやってるんですよね。はい、どっかに所属しようとかって思いはないんだ。えっと 将来的に目標としてたのがテレビとかに出るタレントさんだったのでそうなったら事務所入るかなぐらいの考えでした。まあ要はねそのやっぱり自分でやれることって限界があって、はい、よくあ,のあなたみたいに最近は SNS で活動してる人でプロダクションなんか入らなくても自分でやれるやっていう人は全然僕はそれでいいと思うんだけども、はい、仕事を取ってくるっていう意味においては自分が営業マンも借りなきゃいけなくなるんで今のままだと。でそれを 例えばプロダクションに入ってそのマネージャーとかに任せるっていうことで人の力も借りないとなかなか君が23歳の女の子が全部を自分で背負ってね行くのが結構大変なんじゃないかなと思っちゃうんだけどね、うん、どうします今個人で YouTube とかこう有名になるのが難しそうっていう意見が出てますけどそれをこう反論できるような熱意とかこう 言葉があればちょっと聞きたいんですけど。そうですね。えっと、YouTube のそのバズルをどこに置いてるかもあるのかなっていうふうに思ってて、うん、その100万再生を目指してるのか、1000万再生を目指してるのか、10万でもバズるっていうのかっていうところだと思うんですけど、おっしゃってくださったように、100万人のフォロワーが欲しいっていうよりかは、もう1000人でもいいから、1000人が自分のことを応援してくれるようなところを作りたいなって思ってるので、そう考えると、じゃあ例えば10万再生、 を、こう、羅列できるようなって考えれば <laughs> うんと、そんなに難しいことではないのかなっていうふうに思っていて、それはもうコラボだったりとかもそうですし、うんと、その、ジャピビフォーアフターの話もそうですし、もちろんそこまでハードル下げたら難しくないですよ、1000人でいいなら。ただ、ベアスター株式会社代表、会社員。 SNS マーケティング会社は年商5億円個人企業の発信力を最大限引き上げる S キャンを運営日本一の SNS 教育系 YouTuber として新たなアカウント効果を実現するいいねの数は君が諦めなかった証志願者の可能性を磨くべく共鳴を取るもちろんそこまでハードル下げたら難しくないですよ1,000人でいいならただ有名になりたいビジネスをこううまくやりたいってなると到底1,000人というハードルでは足りない、うん っってていいいいううのを、まあ、難しいんじゃな話それよりも彼女の言葉として再生回数しか出てこないことがもう間違ってるんですよ再生回数なんか関係なくてじゃあその YouTube でまず直接的に広告収入でこんだけ儲けれるようになりたいとかここから派生してそれによってこうやって儲けていきたいが出ればいいんだけどただの再生回数だけ10万か100万かって言ってるうちがだからノンタイトルなんだよ。うん それはあなたの最終目的じゃないはずなんだよ。はい、売れることによってお金儲けなければしょうがないでしょ、はい、全然ズタボロで金が全くない有名人っておかしいじゃないですか。やっぱ目標あるわけでしょ。めちゃくちゃ億万長者にはなりたいと思ってないって言ったらそれはいいんだけども、でもやっぱり有名になるイコール自分に自由になれるお金ができて、それを使って何かをするっていうところに繋がっていかなきゃいけないから、はい、多分まだ本気になってビジネスやろうって言ってたら思ってないんじゃないかなと思うんですよね。 梅めギャルって言いながら、このビジネスで私絶対うまくいってやろうとか思ってんじゃなくて、自分がなんかこう、あの、世に出るための一つの方法論として、梅めギャルっていうのを持ってきたようなふうに僕には映ってるよあ。それはちょっと違うので、まあ提させていただくと、やりたいってなったのであれば、じゃ 調べたりもすればいいだろうし、まあ、そのところで、うん、と実際に行ってちゃんと考えてみたいっていうところが、まず最初の何もしないよりちゃんと動こうっていうところの自分のところなので、若、まあ、山に行ってみましたと。で今、若山に、まあ、つい最近、おと一昨日帰ってきたばっかなので、うん、とこれから、うん、とじゃあちゃんとシーンの、うん、とじゃあ何対何がうまいのかとか、そういうのを、えっと、本当にさっき言った泥臭くやっていくっていうところは、えっと だからこそ、はい、でもこんな短期間のことだから説得力ないんやで、こっち側に対して<ー>はい。いや、な、なんかね、年月だけじゃないと思うけど、今まで私、梅について、こんだけのことやってきました。はい。でも残念ながら、これ以上の拡散力が自分にないので、皆さんお願いしますなら、この人たちが心打たれるんですよ。うんうん、そんなことやってきたのか、君、って若いのに、って頑張ったね、って。はい、ないよ、それはまだ。 うん、順番が間違ってるんですよ間違ってる。まず、与えられた時間を自分の能力を高めることにまず使って、はい、で、これを広めたいとで。ここまですごいことになった。じゃあ SNS を使おうかな。そしたら自分の、例えば YouTube で発信してもなかなか拡散しないから、はい、僕たちの協力を得たいと。僕たちも協力したら、そんなすごい人がいたのかと。じゃあみんな見ようぜって,って集まってくるもんなのよ。 だから、そこをちょっと順番を勘違いしちゃってて、有名になってからビジネスを成功させようとか能力を身につけようじゃなくて、能力を先にっていうのを考えたらいいと思うし、23年間のうちに絶対にその能力がもうすでにあるから。だからアピールするところを間違ってるだけだと思うんで、そこにもう一回注目して、500人でも1000人でもっていうところから始めてもいいんじゃないかなとは、僕は思ってます、うん。過去を語り、涙を見せる志願者。その言葉を受け止め、 虎たちの心が揺れ動く物語はいよいよ最終局面いざ迎えるラストステイトメントインスタグラムの成果を加速させるアイステップえーと、ではですね、和田さんそろそろ時間が来ましたので、はい、もう一声、皆さんにアピールをお願いしたいと思いますはい、はい、ラストステイトメントですはい、えっと、私 今、えっと、梅干しのギャルでって話はしたんですけど、やっぱり皆さんが言うように、私の良さとか、うんと、思いっていうところは、過去のところの、うんと、乗り越えたエピソードにあると思うので、そういった発信を、うんと、皆さんにこう、しつつ、じゃあ自分のやりたいことを、その後に、うんと、少しずつ、まあ、やっていくっていうところをやっていきたいので、皆さんのお力を、ぜひお貸しください。お願いします。 はい、ありがとうございました。では、すいません、和田さん。一旦壁側をお,お向きいただけますか、はい、それでは、えー、ファイナルジャージメントタイムです。はい、はい、では、お直りください。それでは、えー、ただいまより最終決断に入ってまいりましょう。はい、竹野さんからお願いします。はい、えー、ふんわり手伝うと。<laughs> はい、あの、相談に乗ります。あの、 うんまあ、自分の本当の能力っていうのを多分分かっていないと思う。だからそのあたりをもう少し多分これから今日のこのプレゼンでかなり迷いが出たと思うので、ね。で、またここからスタートになると思うんで、まあいろいろ相談に乗ってこういう方針の方が幸せになるんじゃないっていう話はできそうな気がするんで、はい。人生の先輩としてアドバイスをしますので、って、はい、いうことです、ね、ありがとうございます。はい。では会社員さんお願いします。 はい、ふんわり手伝うにさせていただいててこれがあのどっぷりに至らなかったのがあの口で言ってもらってることはすごく良かったんですけどバスケの収入聞いた時にちょっとびっくりして和歌山に移らななないいいい理由はバスケの仕事を辞めないといけないでもバスケの収入って「1 0万」って言ってたじゃないですか。 本気で梅やるんやったら、やめて和歌山行けよと思っちゃって、なのでちょっとどっぷりに至らず、ちょっとふんわりでお話聞かせていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、山沢さんお願いします。はい、僕もふんわり手伝うです、まあ。YouTube の出演であったり、ブランディングコンサルを手伝おうかなと思うんですけども、なんかね、まあ今ちょっと和田ちゃんが SNS が伸びる未来が見えてないんだけど、ノンタイトルで頑張ってる姿の和田ちゃんがす好きだったんで、はい、少し応援したいなと思います。はい、ありがとうございます。 はい。ミのさんお願いします。はい。えー、僕も、えー、ふんわり手伝うで、えーと、希望されてた X 拡散協力です。えっ、ー、と、まあ僕も喋ったんですけど、なんか今楽しそうにやってるインフルエンサーとか、影響力を武器にして好きなことやってる人って、まあみんな何年間か土に潜って、把握縛って自分にしかできないことを 作ってきたんですね。それを一言こばしに、梅、サワー売りたいっていうのは、なかなか厳しいと。でもまあ、素直だし、頑張り屋さんなんで、この土に潜るってことが、まあ、できるような気もするんで、まあ、そこで梅だろうが、ビフォーアフターだろうが、何でもいいと思うんですけど、自分が本当にこれで勝負するっていうものを、まあ、一回、真剣にやりきってほしいなと。 その意味ができた後に、いろいくらでも拡散協力とか、えー、しようかなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、では稲葉さん最後お願いします。はい、僕はどっぷりお手伝いできたらなと思ってます。 まあ僕が SNS 伸ばすためのツール提供してるんで、まあ、インスタのツールと X でも今ツール出すので、まあ、それぜひ無料で使っていただきたいなというのと、まあ、今日の話だけで言うと、まあ、和田ちゃんの方向性がまだまだこれからしっかりまた見つめ直していかないといけないなと思ったので、まあ、ここにいるメンバーとの例えばその相談載ってるところとか YouTube 撮ったりとか。 まあそういったところの僕の YouTube への拡散のお手伝いができたらなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、ということで、もう一回皆さんボードを上げていただいてよろしいですか。えっ、ー、と、4人の虎の方々からは、えっ、ー、と、一応にふんわり手伝うという形だったんですけれども、まあ、内容を見る限りですね、まあ、ふんわりという表現はありますけど、ちゃんとあの、何がしかでお手伝いをしていただけるような感じで僕には、あの、受け取って、 入れてます稲葉さんは、えー、あのどっぷりと手伝うという形になりましたんで、えー、一旦ね5人の虎から承認をだきましたはいおめでとうございますはいありがとうございますはい、えー、では稲葉さんから、えー、と協力格やをいを頂いてくださいいいちゃん頑張りままししょうははい、お願いします、はいお座りください さあ和田さん、今日はなかなかねあの、自分の思うようなことが伝えられなかったのかもわかんないですけど、はい、実際今日の1時間近くを感じて何か感想をいただけますかはい。なんか本当にこのノンタイトルの、えっと、終わった2ヶ月の迷いが出た回なんだなっていうふうに思ってます。なんですけど、自分が 塞ぎ、えっと、込んでた部分を皆さんがあのいいと言ってくださったのであなんかそういったところの発信もできるんだなってところであの自分の考えとかが広がったのですごく素敵な時間でした皆さんお忙しい中ありがとうございますはいお疲れ様でしたインフルエンス力拡大を目指す志願者の挑戦涙を見せながらも信念を伝えた後半戦虎たちが導き出した答えは協力確約 新しい未来への一歩を踏み出した希代のインフルエンサーを目指して新たなステージへと進む志願者物語の行方は続報を待て